全てのゲームファンを恐怖に陥れたサバイバルホラー、バイオハザード。その続編がカプコンよりプレイステーション版で早くも登場。バイオハザード2。ゲストにはカプコンのディレクター、神谷秀樹さんに来てもらった。あの洋館での事件から2ヶ月後、ラクーンシティは死の街に。そして恐怖の物語は街の中心に位置する警察署から始まる。主人公は男性キャラの他にラクーンシティの大学生エルザ・ウォーカー。そしておなじみの敵キャラゾンビ。ここで主人公たちの射撃シーンの制作画面を紹介しよう。主人公たちは 3D ポリゴンを用いて作られており、リアルなガンアクションを可能にした。さらに一作目ではなかった新たな武器も登場する予定だ。前作の場合はモンスターに対する純粋な恐怖だったんですけれども、今回はそれを受け継ぎますけれども、加えて数の恐怖を出そうかなと。倒しても倒してもこうゾンビがわらわらと次から次へと出てくるっていう。あ、なるほど。それでは一人対多数の恐怖を見てみよう。1と比べ2は同時に出現する敵の数が段違いに多い。取り囲むように近づいてくるゾンビの群れはまさに恐怖そのもの。常に逃げ道を確保しておかないと確実に死に追い込まれてしまう。
That's just freaking great. Now what am I gonna do? Oh, my God.
course I know a secret way in. A secret entrance? It's here. Look, I can get inside through this hole. Sherry, wait.
I... No, that sounds so stupid now. Okay, I really enjoy being with you. What the hell was that? Oh, son of a... G-Virus. G-Virus? Just listen to me for a minute. Hold your fire! Hold your fire! Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Leon, if I die, you have to shoot me in the head. I don't think I'm going to make it. Don't talk like that. Hey! If you don't, I'll become one of them. You can't let that happen.